さあ、ということで今回はですね、子供の日ということでね、サーティワンアイスをね、エニシ君と伊藤ちゃんにサプライズしていきたいと思います。で、サーティワンのアイスなんですけど、なんと、はい、充電器でーす。カエルの子はカエル、ぴょん。カエルの子はカエル、ぴょん。カエル、パパです。カエル、カエル、エヌフレム。カエル、イトです。なんでそれ。それならお願いします。今日は、今日は、ということで、子供の日でございまーす。2年前パパは入院中で、そうですね、追い切りになってましたね、あの人。そうですね。で、去年も自粛期間で外出れず、そうですね。今年も、なかなかの何やろうな。なかなかのなかなかなんで、ド派手なことできないんですけども、なんか、エニートのやりたいことやろうかなと思って。聞いていく？うん。じゃあ、ネリ君から。ネリ君から。家にこもって、マリオのぬいぐるみ。バシ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 。もう行くからね。エニシ君ちょっとママに似ちゃったり。その点、こちらです。伊藤さん、伊藤さん、伊藤さん、何やりたいですか？赤遣いで。なんで？ちょっと、なんで？お小遣いで、もうもらえると定点のお菓子はもらえる程度話しようよ。お小遣いで、よーしょ、買おう。お小遣いで、自転車こぎたい。ね、そっちだ。なるほどね。サイクリングでね、500円か1000円ぐらいで借りてたもんね、あれね。広々としょんけ。ちょっと遅かったな、時間が。ということでね、夜は手巻き寿司して家で食べようと思うんで、夕方までちょっとショッピング行こうか。いいね。人が多かったらもうすぐ帰るし、近づかずにマスクして。そうっすね。はい、外出ましょう。はい、レディーゴー。レディーゴー。はい、お昼です。お昼なの？はや食べれる。まだ朝なんだけどね。たくあん。あれ、なんか火が燃えてない？そっちが持っていく。たくあん。はい、食べてください。カツ丼食べていきます。はい、ということでお買い物して帰ってきました。パパはね、ちょっとお仕事つってちょっと出かけてるけど、ご飯には帰ってくるから。さあ、ということで今回はですね、子供の日ということでね、サーティワンアイスをね、エニシ君と伊藤ちゃんにサプライズしていきたいと思います。で、サーティワンのアイスなんですけど、なんとエニシ君の大好きなマーベルアイス出てまーす。ババ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 バーン。そう、なんかいろんなね、なんかキャラクターがわーっと入って、オムニバスで入ってるやつがなんかあったんで、それをちょっと予約して、それをね、ちょっとサプライズで持って帰ろうかなと思っております。ちょっと今から取りに行ってきますね。それでは交互期待。じゃあ、エニシ君からお願いします。じゃーん、マイクラのこれはフィギュア。そうで、上のはゲーセンで撮ったんね。じゃーん、飲み物。飴。いや、次いくよ。リップスティック。映るんですよ、お菓子。グミ。あとはビッグベイビーポップ。食べていい？じゃあ、これだけ。これを買ったと。お小遣い。お小遣いでお菓子買ってきたと。はい、ということでママ今から手巻き寿司の準備するんで、遊んでてください。はい、パパ帰ってきたらパーティーしようね。うん。よし、じゃあ遊んでていいよ。はい。
さあ、ということで、サジワンアイス、マーベル買ってきました。こちら、じゃじゃーん、見える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 、これマジかっこいいやろ、これ。やばいでしょ。これやばいよ。いろんなバリエーションのケーキ入ってるんで、子供たち、どんなリアクションをするのか、お楽しみに。はい、ということで、パパもね、帰ってきましたんで、みんなで、手巻き寿司をしようと思います。イエーイ、こちらオムニバス、すごいマグロの中トロフレディはい、じゃあみんなで食べましょう。はい、手を合わせてください。いただきます。どうぞはい、じゃあまず海苔にご飯を入れていきましょう。だけどエニくん、エニくん、はい、好きなの入れていこう。上手、上手。あー、もう食べな、おんぶして。あー、トイレ、お手手上手だね、めちゃくちゃうめえわ。ゆけた、ゆけた、あいとさん、おい、いくらえにし君、なんかマーベル好きなキャラなんやったっけ？弱い系が好き。ん？弱いのが好き。弱いの、まだハルク好き。弱いの、でもみんな好き。みんな好き。いや、今日来てんなと思って。うんうんうん。じゃあマーベル来よう。あ、いや、もうアマダ動画なくなった。アマダ作れるよ、エニマンマン。うん、まあゆっくり食べてください。はい、ご飯作ろうかな。はい、はい、はい、ということで手を合わせてください。ごちそうさまでした。美味しかった。変顔せんでええねん、西尾。いや、みんなめっちゃ食べたら、めっちゃ美味しかった。ちょっと待って、パパ電池切れそうやけん、あっちからちょっと充電器持ってきてくれ。ちょっと待って、バイバイ。充電器持ってきてくれ。みんなバイバイ。待って待ってて、このまま切れる。ダッシュダッシュダッシュで。あっちの部屋にあるけ。どんなの？寝室の、寝室にあるけ。寝室？うん。ちゃちゃー、バイバーイ。あと5分ぐらいいける、とりあえず。じゃあ一発芸しようって、今のうちに。一発ギャグギャグギャグ。黒、あ、いたじゃん、いいよ、黒黒。お黒、お黒。あと4分、間に合うかな。あと4分、早くやる。あとバイバイ、あとバイバイ、あとバイバイで終わらせる。はい、充電器でーす。いや、何やねん。じゃじゃーん、サプライズ。ちょっと皆さん、あの、本気で探してました。きっかけくれって言いよったけ。何色の充電器とか言いよって。もう嫌やわ。ちょっと時間がかかった。マジでパソコンの部屋行こうとする。これケーキよ。なんで知ってた？知っちゃうの？あ、違う。あー、さすが。え、にし、これ何？カーネルのケーキ。イエーイ。じゃあ早速開けてみようか。伊藤ちゃんも一緒。伊藤も一緒に食べるよ。やってんね。じゃあ、えにしくん、ご対面まで5、4、3、2、1、どうぞ。いやー、いやー、これやばない、これ NG。 そう、ひな祭りはね、うん、女の子の日やけど、そうそうそう、子供の日はね、男の子の日でもあるから。うまそうだよ。えにし君にアベンジャーズのケーキを買って
参りました。さらにこちらコースター。はるくいにし、はるくちょっと食べる前にお写真タイム行きましょう。そうね、はい、いよ、せーの、行くよ。じゃあ、はい、チーズ、こっち見てもうアイスやったけど溶けよ。めちゃくちゃ取っちゃったまま。そうそうそう。10分ぐらいやりました。じゃあそれではオープンしましょう。せーの、オープン。すげーアイス。どのアイスいく？どれ行きたい？なんかこれ。ん？あ、それいいや。なんでいつも食べたかった？二人で食べる。うん。赤い。なんかよし、待て、なら。どれがいい？どれがいい？エニ君なら好きなの言ってください。パパ取ります。前3列。オッケー。これ。前3列行くと？マジか。子供の日やけん。そうやな。前3列。甘える。前3列行く？うまい。ちょっとやばい。カラーがやばい。あ、ポッピン。そっか。ポッピンや。サーティはアイスクリーム屋さんやった。甘いのもんや。入ったー。これはキャラメルっぽいね。キャラメルやね、うん、キャラメル。で、糸ちゃんどれ？そう、それスッて言って、スッて。もうパパのおけっち。おけっち。おけっち。これ誰やろう、ネジみたいなの。手を合わせてください。いただきます。いただきます。はい、どうぞ。これ俺のチョコ。うん。なんで？食べてみようか。優しい、くれた？え？みかん。じゃあ、一個あげる。いや、一番あげる。一番。マジで？え、いいよ。いいぞ。え、それ、一番大事にしようってやつじゃないと？いいぞ。うん。いただきます。これ、くれたの？マーキンソーダ。マーキンソーダのね。くれだけ。これ見て。これを、ハンマーが、ハンマーがくれだけ。ね。嬉しいな。悪いあれ。なんか、ママのさ、マジでうまそう。ちょうどいい感じになったの。どう？味どう？チョコレートめっちゃうまい。これあのダブルチョコやわ。初めてサーティワンのケーキ買ったかもね。いや、これアイスや。アイスケーキね。うん、いい。オーケー、おいしい。いいね、みと。花食べたみたいなって。エンク、このケーキどうだった？サプライズ。これあの販売しますっていう時にツイッター上で、これはもう絶対エニシにサプライズしたいって言ってパパって言ってて、うん、あ、嘘やあれ。あの、電気がなくなるってあと4秒って言ったのに、嘘やんけ。あ、確かに。俺も引っかかった。パパが騙されて。俺最初ね、パパも騙されたらあかん。俺はね、このココをね、分かってなくて、電気が、まあ始めたばっかりなのに、ね、ママこれ、信じらんかったよ。ああね。本当に、信じらんねえよ、かっこ。サプライズしたかったよ。よかった。でもサプライズ成功してよかった。嬉しかった。どう？ママのツイートの後にさ、やっぱみんながさ、そうやねって、相当やっぱ、絶対にくん喜ぶよ。やっぱエクニくんでしょって、みんな言ってくれて、もう。優しい。みんな言ったで。エニ君の喜ぶ顔がみんなやっぱ見たいんだって。よかったわ。マジで見たよ。よかったわ。めっちゃ喜んでくれたけよかったわ。吹っ飛んでくれたけ。なんでマーベルみたいな。それでね、ケンケンパでね、ここ関係ない、それ違う話。違う時のあの犬ちゃん、違う時の話。はい、結婚かも。面白かった。喜んでもらって何よりでございます。ほんまよかったね。これからもね、エニシ君、井戸ちゃん、健やかなる成長をそばで見守っていきたいと思います。はい、はい。はい、ということで、カエルのおかかりチャンネルの LINE 公式アカウントができました。皆さんね、概要欄の方からね、よかったらフォローの方よろしくお願いいたします。こちらの QR コードも読み取ってね。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちら、あと